こんにちは、キャスティングスタッフの尾崎です。キャスティングスタッフの福田です。キャスティングスタッフの千葉です。今回は、近隣釣り場調査ということで、多摩川の六王橋に来ております。今回調校するのは手長エビです。手長エビは非常に釣りやすくて、釣り具もリーズナブルとなっておりますので、人気の釣りの一つとなっております。この六王橋のポイントなんですけど、非常に実績もあるので、おすすめのポイントとなっております。それでは皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。六郷橋のポイント紹介です。多摩川の河口により近く、手長エビは好む汽水域となっております。またゴロタイシや、テトラポッドなど、多く存在しているため、実績のあるポイントとなっております。近くにコインパーキングや、徒歩圏内にも駅があるのでアクセスは抜群です。多摩川では他にもガス橋や、多摩川大橋といった場所も手長エビの実績があるのでおすすめのポイントとなっております。手長エビ釣りの、仕掛けのご紹介をします。まず竿があって、竿の長さが大体、今回だと 1m20cm、で竿の先から、糸が伸びて、浮きがあって、その先に重りがあって、その先に針で、針に餌がついている状態です。これを、石の上とかに手長エビが張り付いてますので、そこに餌が、行くような感じで、仕掛けを落としてもらって、で当たりは浮きで、見て、ツンツンツンっていって浮きが動くん で、すぐに、かけると、すぐに上げちゃうとかかりきらない状態でプッと抜けてきちゃうので、少し10秒20秒ぐらい、しっかり待って、でちゃんと抱え込んだら、フッキングっていう形で本当軽く合わせるような感じで、魚をかけていきます。はい。で赤虫はこれは、で赤虫はそうですね、ちょんがけで、軽くかけてあげるような感じで大丈夫です。はい。でたまにハゼなんかがかかったりして飲まれちゃう時があるので、針外しとかがあると、すごい便利です。では釣り方になります。手長エビはこういった岩とか石の側面に、へばりついてることが多いので、そこの近くに仕掛けを落としてあげます。今私が使っているのは当たりが分かりやすい下り仕掛けという仕掛けですね。壁の近くに沿わせてあげます。と手長エビがいるとこの仕掛けがスーッと中に入っていったりしますので、その瞬間を見逃さないように。で魚じゃないや、エビがかかってですね、すぐ動かしちゃうとまだエビの口元に針が行ってないことが多いので、動き出してもちょっと待って、スースースーと少し動いてから合わせると、エビがですねちゃんとかかることが多いです。再トライしてますけどどうですかね。かもしれないです。あ、でも動いてますね。はい、あげます。はい。います。どうぞ。ちょっと小型ですが、可愛い。エビちゃんです。はい。今回はサイドフィッシングですね。そうですね。もう先に見つけて、目の前でこう誘って、で口元に持ってったのも見えたんですけど、すぐあげないでちょっと待つっていう形で無事一匹ゲットです。はい。ありがとうございます。手長エビ発見しました。千葉さんがやってるんですけど、どうですかね。手前に
赤節は行ってます？行ってるはず。あ、動いた、見つけた。動きましたね。で、食っても即合わせは現金で、ちょっと待つ、ちょっと待っていただいて、だいたい10秒から20秒ぐらい、そうですね、待っていただいて、大きい当たりが来てから合わせるっていうイメージで。ちょっとチビエビに妨害されました。います、います。あー、惜しい惜しい惜しい。おー、ハゼが来た。再チャレンジ。手前に、ダメでしょうか。反応どうですかね。今一生懸命、いやハゼにビビってますね。結構今日はハゼが多くて、ハゼの活性が高いですね。いるんですけど、お、交代交代交代します。釣りたいのです。こう下道が多いですね。あ、でもその2匹いますね。2匹いる。こちらもなんかたくさん湧いてきました。お、来た来た来た。もうちょい左の方がいます。あ、右の方にもいるな。右の方にも。あ、そいつそいつ。あ、そこそこでそいつそいつ。おおお、ちょうどいいとこ行った。もうちょい上かな。惜しい。惜しい。逃げる逃げる。周りのハゼが結構活性が強くてエビに攻撃してますね。惜しいです。さあどうでしょう。福田くん、エビはいますね。見えますね。来た来た。エビはいるけど、もう一回落として、さあちょっと置いといた方がいいんじゃない。微動だしないですね。真上にもう一回持ってく。来てる。ちょっと動いたんで、いやー下下がっちゃうかな。ちょっと向いちゃいました落とせない問題が。もどかしい。あ、やられてた。いるんですが食いませんね。どう来てる。ちょっと見たような感じするけど、出しって感じですね。そうですね。
どうですか？どうだ、どうだ、はい、行きました。また同じぐらいです同じポイントですね。ここにいますね。このポイントいいですね。はい、いい感じです。はい、どうですか？あ、抜けちゃいました。まだ針がかかってない。また加えました。お、加えてる。加えてます。加えてるんですが。ちょっと待っていただいて。もういいかな。いいかな。取れたかな。はい。いました。おお。すごい、素晴らしい。決めです。素晴らしい。ちょっとね、片手がない子ですけど、はい、アグレッシブに食べに来ましたね。はい、サイズは同じぐらいですね。同じぐらいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ちょっとね、エビを見つけました。まあ、こうやってエビを自分で見つけてから狙うのも一つの手だと思います。スススススッと丁寧に、エビの前に、落としていきます。まあね、ちょっと隙間に落とすんでなかなか狙ったところに落ちにくいんですよ。おっと、邪魔者がハゼ君に食われてしまいました。ハゼが釣れました。下道でハゼも多いですね。そうですね。どうですか？ハゼが、ハゼ来ました。あれ、これハゼですか？ハゼですよね。ハゼじゃないみたいな。危険ですね。ハゼですね。さっきでかいのがいたポイントに再度チャレンジしてるんですけど、どうかな。でかいですね。食いましたね。もう食ってるっぽいですね。持ってたもんね、今ね。持ってたもんね。あ、また出てきたな。また出てきた。あ、結構いますね。あ、でかいでかい。もういいかな。結構でかいですね。でかいですね。食ってる。食ってるかもしれないですね。食ってるよね。さあ、さあ。お、お、お、でかい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 、おー、でかいの釣れました。でかい、来ました。すごい。これ入ってる、入ってる。10センチぐらいですかね。はい、でかいですね。いいですね。いいサイズです。結構引きましたね。引きましたね。、はいはい、魚みたいに引くので、まあ、これも大きなやつを釣った時の面白さですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、福田くん、今日は0匹で全然釣れてないですけど、終わってしまうのか、このまま。最後どうでしょう。何をやってるんだ、障害物が。何やってるんだ。でもさっき見つけたのはこれよりでかかった。うん、そうなの。いや、元気元気こいつ。いや、これは釣れるでしょ。あー、来てる来てる。超やる気ある。ここにいます。ボブついてます。いやー、取れた。どんくらい待ってもいいですか？さっきから結構待ってる。この体勢です。なあ、食ってんの？食ってます、食ってます。だいたい10秒か20秒って言うけど、1、2、3、
してちょっと引っ張ったら合わせたらいいと思うけど、どう引っ張ってる感ある？引っ張ってますね。お。まだ何やってるんだ何やってるんだ、まだ何やってるんだ、またまた、まだ、元気とりあえず食ったよね。超元気です。持ってるよね。めっちゃ元気です。持ってるよね。すごいすごい。合わせ方ですかね。合わせ方だね。さっちがちょっと戻って、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいよ、いける、いいと思うよ。なんでー、まだ行くな。さあ、再チャレンジ。まだいる。1分ぐらい待ちますよ。そうだね。いや、今行ったと思ったけどな。今なんか、あれです。ハリス止めの、こうなんか、ね、ちょっと掴んでたね。いや、それでも口で乾いてたんですけどね。ゆっくりやってんじゃん。どう、お。引っ張ってる？引っ張ってますね。重みはありますね。ゆっくりやってんだら、いいんじゃない？お、オッケー。はい。オッケー。頑張れ。念願の。正解です。念願の。正解です。念願の一匹。ありがとうございます。よかった。ボスのガレ。ゲット。さあ、福田くんが釣ったやつを何センチか測ってみましょう。12ぐらい？11ぐらいかな。11っすね。はい。で、これ観察ケースっていうやつもすごい便利なのでおすすめです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。テナガエビ釣り、いかがだったでしょうか。まあ、僕は最後の最後まで釣れず、まあ、一匹はキャッチしたんですけど、ほぼほぼ自分の力ではなくっていうところはさておき、まあ、タクリも、竿も、仕掛けもそんなに高いものでもなく手軽に始められて、で、まあ、お子様でも、簡単にできるっていうメリットがあります。で、もしよろしければぜひ、ポイントなど見つけていただいて、やっていただけるといいなと思います。以上です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。